三国名小杖にある、明園寺明園寺は、鹿児島県日置市十院町徳志家にある、総当宗の寺院である。三号は、法地山。薩摩の戦国大名、島津義弘の菩提寺である。禅寺であるため明園、禅寺、また明園寺とも記す。六百年以上の歴史があり、永平寺と総持寺とを両本山に持つ総当宗の寺院として、 毎年行われる節分祭は、鹿児島県内有数の信者数を誇っている。元中7年、当時この地の支配者であった、伊集院忠国の十一男である、赤奥信領によって、長州の守護大名であった、大内義弘の即女の供養のために建立された。ちなみに岩屋は、大英元年に、島津元久の命で、副将寺の解散となった人物でもあり、 現在も鹿児島県で浸透している、新古団子を考案したという説もある人物である。岩屋の兄、南、中慶州は、交際時の解散となっており、若い頃の岩屋は、小僧として、兄のもと、交際時で、勉学や修行に励んでいる。妙園寺は、福生寺の兄寺にあたる。訳あって、妙園寺がすでに廃寺となりかけていた、文明2年には、福生寺六大住職。 具久妙地が来て、必要なものを妙苑寺へ移し、仏像や仏道を飾り元通りにして、今まで廃れていたものをすべて復興しており、具久は妙苑寺の中高だと、殺藩名称誌に書かれている。歴代島津市当主の尊数を受けてきたが、島津義弘は特にこの寺に対する経緯が厚く、自分の菩提寺に妙苑寺を指定した島津義弘は、生前に京都より仏師、 こうはを招き、自らの姿を彫刻させ、その木造を生きている義弘と思いと村らうよう指示して、病園寺に五百国を与え、病園寺にとって、この五百国が最盛期の事情となり、島津義弘とその妻の墓所となったために、薩摩藩の中でも有数の禅寺となった。病園寺参りの病園寺とは本来この寺のことを指す。寛永二年正月や、 関園3年6月14日には火事が起きており、天保6年には妙院寺が全焼。身体である島津義弘の木造は一時、雪窓院に安置され、後に再興された妙院寺へ再び戻された。その際の行列は、当時の大名行列を小規模にした形式をとっていた。ちなみに、移住委員長文化財に指定されている松崎勘介定判の日記には、 城下の武士が、鹿児島城の城主へ、元旦に新年を祝う言葉を述べるのと同じ作法で、移住委員合氏で許可された者が身体である吉弘の木造に、新年を祝う言葉を述べていたことが記されている。天保14年にまとめられた、三国名称図絵には、病園時の治療は375国と記されている。また、三国名称図絵や、殺藩名称詞には、 寺の敷地内に鎮守者という神社も描かれている。病園前寺の金門明治2年には、神仏分離などに橋を発した廃仏希釈により破壊され、当時の住職は、島津義弘の遺廃などの宝物を持って避難した。明治13年には早くも地元の支援者により、かつての寺地の近隣に再興され、特殊下神社の所有となった宝物は、返還されないままである。 明治2年11月までに、薩摩藩内1066箇所の寺が廃絶し、2964人いた、僧侶も明治7年までには減続させられた。廃物希釈の嵐が過ぎ去った後も数年間、寺院は全てなく、僧侶も全ていない状態になったと鹿児島県市にも記されている。そういった状況下において、 島津市における6代から28代までの当主の墓が並び最盛期には約1500人の僧侶がいた南九州屈指の寺だった福祥寺ですら有志が二度も再建を試みたものの許可されず約30年後の明治31年にようやく直線距離で3 0トル以上離れた現在の薩摩仙台市における地に再建できたようなありさまであったただし 日清寺や薩摩藩屈氏の有力寺院だった一条院など、島津市に深く関わりがある数々の寺も、廃仏希釈によりその多くは、最高に至らず廃寺のままとなっている中、最高にまで至った数少ない例でもある。復興後の妙園寺は600坪ほどに縮小されたが、島津義弘の遺廃に加え、境内には昭和11年に、公爵で、島津家第三十代当主、 島津忠重の寄贈した岩山張の石碑があり、悲鳴は陸軍大将町田慶宇によって書かれている。鹿児島本線移住院駅の案内や地図には、この禅寺の所在は記されていないが、移住院駅近くにある鹿児島県道24号鹿児島東一木線からの道への入り口や、徳重神社の敷地内駐車場入り口や、城山トンネル交差点。 鹿児島県立移住院高等学校近くにある鹿児島県道37号移住院日吉線からの道への入り口など様々な場所に病園寺と徳重神社それぞれの方向を指す矢印が書かれた上、日置市のご当地キャラクター、日置市の顔と腕が描かれた看板が日置市により年中設置されている。また、徳重神社の境内に日置市教育委員会が設置した解説版。 妙演寺参りの意義や妙演寺参りのパンフレットにも妙演寺が再考されていることが記載されている。ちなみに妙演寺61代住職伊藤健一は韓国の全寺とも交流があり平成22年10月末には韓国の東国寺で行われた韓国人共生徴用者ぶっこし要祭という供養祭にも参加している。鹿児島市下福本町にあり 聖戦寺跡の比較的近くに、鹿児島市の鎮スポットとして知られ、谷山大観音と呼ばれている、吹きさらしで立っている金色の観音像は、六十一代、住職、伊藤健一の代に、台湾で作られて、船で運ばれ、妙艶寺により1 9九十年代初め頃に、観音像が先に建立され、後に、周囲の建物等が整備された。現在、この妙艶寺が管理している。 三十三メートルある観音像の台座より、下は納骨堂の建物になっており、納骨堂の正面には八体の白い仏像が設置され、向かって右側面には病院寺により分譲された数々の墓や、大償たくさんの地蔵が並んでいる。入り口には、商売繁盛、合格祈願、縁結びのために、ここで行われているろうそく祈願がある木と、この場所の納骨堂、 近場にある、真が仏史跡の案内が書かれた看板が建てられている。かつて、妙園寺、谷山出張所と表記されていた入り口看板は、現在、なぜか廃寺になっている、はずの生鮮寺の名が称された、鮮時寺の運動となっており、道路からの入り口近くにある事務所は、生鮮寺事務所と表記されている。大観音像の下にある納骨堂の建物も、現在は、 聖戦時代観音堂と表記されており、納骨堂の横には、再祭箱の置かれた祈祷などを行う建物がある。かつては聖戦時の名が書かれた納骨堂分譲中の旗が建てられていたこともある。ありがとうございます。